どうもこんにちは、今回も、番外編といたしまして、私が、ちょっとつい最近ね、購入したバッグ、これはねちょっとビジネス使いで使おうと思ってるバッグなんですけれども、こちらについてね紹介したいと思います。またリアルタイムレビューというところですね、そういった回になるかと思います。はい、今回ね買ったバッグなんですけれども、パッチワークカスタムのツーウェイトートバッグ、藤巻エクスクルーシブモデルという、まあ、ポータークラシックと、藤巻百貨店、こちらの、ダブルネームのねバッグ、の紹介になります。ちなみにですね、ポータークラシックに関しては、まあ、吉田カバンをね知ってる方多いかと思うんですけれども、この吉田カバンの、吉田克幸さん、また吉田、レオさんの親子が2007年に設立したブランドになります。東京にね本社を置いている衣類カバンメーカーというところになりまして、まあ、メイドインジャパンにこだわり、世界基準のスタンダードをコンセプトに掲げていて、伝統からアンチテーゼ、芸術文化職人技術を取り組みながら、次世代そして孫の世代まで愛される商品を追求しているというところで、ポータークラシックについてはね、私今まで購入した商品はないものの、まあ、意外と、いろんなところで目にしてて、まあ、購入検討したことがね昔からある、ブランドになります。結構ね藍染めのものが多かったりとか、まあ、カバンというよりも本当全般ですね、衣類だったり雑貨なんかも売ってるような、一度ねお店の方にも足を運びたいと思いつつもなかなか行くタイミングを逃してたんですけれども、はい、まあオクラだったりね、ああいう日本の良いものを、伝統文化をねこう象徴するようなブランドっていうところで、とても注目してまして、かなりね物も高価になったりするんですけれども、ジャケットだったりすごいかっこよくてね、衣類なんかもで、今回はバッグというところで、購入したんですけれども、はい、であともう一つ藤巻百貨店ですね、こちらは、伊勢丹のカリスマバイヤーだった藤巻幸男さんが2012年に立ち上げた、藤巻百貨店、日本をテーマとした一品をセレクトしており、私としてはね個人としてはエムピューっていう、まあ日本のブランドの財布をね買ったことがあって、藤巻百貨店はねかねてよりも、かなりね、知っていたブランドというか、まあ通販中心ですね、実店舗も銀座にありまして、あと大阪にもあるのかな、銀座の方にあるというところで、まあお店の場所も変わってたりするんですけれどもね、はい、そういった形で通販でしかちょっと基本的には購入してなかったんですけれども、まあこちらの藤巻百貨店の方の通販サイトで知ったんですけれども、今回のバッグですね、まあ、別注をかけてるというところで、第1回としてね、2017年の年末ぐらいですかねにヘルメットバッグの方がこちら出てまして、はい、まあその時にも、使われてた、まあ、スーパーナイロンと呼ばれる素材、フライトジャケットなどでよく使われている太さ 210D のナイロン紙で、織られた生地であるというところで、染色が不可能と言われていたナイロンを国内の職人が長年の開発の末世界で初めて可能にしたと、またねさらに驚くべきことは、染めたナイロンで形作るのではなく、白の状態のナイロンを、縫製後にインディゴ染めしていることだと、そのためデニムのような色ムラが出て独特な味わいが生まれるのだと、しかも持った時の軽さとショルダー掛けした際に体に沿うぐったりとしたナイロン生地ならではの柔らかさが健在していると、ヴィンテージな風合いをまとった職人技がなせる一品であるというところでね、こちらのバッグなんですけれども、まあ、このヘルメットバッグね、ちょっと画像で出させていただいて、パッチワークがねとても可愛くて印象的で、これがね出た後に私もネットで目にして、結構ね迷って、まあ結構ね今日のもそうなんですけど高いんですよね、ちょっとやはりちょっと高価なので気軽に買えないというか、まあ単価のバッグシリーズのまあちょっとまた違いというか、まあだいぶちょっと離れたところにあると思うんですけども、まあ大きい括りだとも単価のバイク、バッグっていうようなイメージがある中で、ちょっとかなりね高級だったんで、ヘルメットバッグはちょっとスルーしてたようなね状態には なったんですけども、今回の 2way バッグは
かなりね、もうちょっとオンオフ両方いける、まあヘルメットバッグもいけるんですけれども、ツーウェイバッグで、肩掛けもねできるような形、ショルダーもできるっていうところで、仕事にもね使えるかなっていうところで、まあ味が出るっていうところだと、まあかなりガシガシ使えるっていうところも含めて、ちょっとカジュアル感はあるんですけれども、今回のツーウェイトートを選んだっていうね運びになります。はい、今回はね、今回購入したこちらなんですけれども、2021年、昨年ですね、1月に限定200本で、販売しました。それでね、まだちょっと私が購入したのが、まあ、今年のね、年明けなんで、もう1年なんですけれども、まあ全部売り切ってはない状態にはなるようですよね。ただ通販の方でも売って、基本通販で、販売してまして、実店舗にちょっと先日ね、このためだけにちょっと銀座の方に行ってきたんですけれども、その時お店のスタッフの方は、まあ自分もネットで、店頭在庫あるっていうところで見たんですけども、ちょうどその伺った、一昨日前ぐらいに入ったばっかということで、しかも、3つだけ入ったっていうところでね、かなりタイミングがいいですよっていうところで、その3つの中から、まあ、通販なんかだとやはりちょっと色ムラが若干あったりと、ほぼデザイン一緒なんですけれども、若干ね不具合が違うっていう中で、実際に選べるっていうのが大きいところですよねっていう話で、3つある中で選んで、やっぱ自分がちょっと色のムラだったりとか、そういうところでね判断してちょっと選んだんですけども、こちらになります。はい、ちょっとねまたね店頭では見たんですけども、開けてしっかり見てない状態なんですけれども、こちらのバッグになりますね。はい、スウェットとちょっとナイロンでね、中にね入れてないとちょっとクタッとした状態になってしまうので、自立できないんですけれども、はい、このような状況でねちょっとね、紹介させていただきます。はい、革やハンプのようにナイロンも経年変化を楽しむことができたら、そんな思いから生まれたのはポータークラシックが開発したスーパーナイロンである。それまで不可能と言われていたナイロンの製品染めを業界で初めて実現したというところでね、で、まあ、フライトジャケット等でよく使われるナイロン紙を高密度に織り上げた完全オリジナル、針を通すのも大変というほど頑丈な生地を、まず国内最高峰の技術を持つ工場でバッグの形に仕立てていく。次に真っ白の状態のバッグをインディゴで染めていくのだが、前代未聞の試みゆえ、現場は試行錯誤の連続、完成まで実に2年の歳月を要したというと。その日の天候や気温によっても染め上がりが左右されるため、職人の腕なくしてこのバッグは生まれないと言っても過言ではないほど、使い込むほどデニムのようなパッカリングや色落ちを楽しめるのがこのナイロンの醍醐味。5年10年とデニム顔負けの表情の変化を楽しんでほしいというとこですね。でこちら、染色もね後からね、藤巻百貨店の方でもポタクラシックの方でも受け付けてるんですかね、両方受け付けてるっていうところで、まあ、実際はまあ8年ぐらいそのスタッフが扱ってやっと色落ちしてるぐらいなんで、なかなかね、まあ5年、まあ、10年ぐらい使わないと、もう一回染色でするっていうこともないんでしょうけれども、まあ、最初はやはりちょっと色がね、白いシャツなんかあんまり着た上で、背負わないでくださいなんて言ってましたけど、やっぱり色移りとかもね多少するみたいなんですけれども、すごくね色がね藍染めの感じが出てますよね。普通のネイビーというかもう染めた感じがもろ分かるような形で、はい、まあ、ここもちゃんと止められるような形で、トートバッグなんですけど、中も区分けがね、こちらとここにまあ携帯なんかも入れられますし、ショルダーがねついてまして、これで、ショルダー掛けできるんですけれども、はい、ファスナーもちゃんとね一つついてますし、かなりのね容量ですね。画像にもあるようにね、ちょっとクタッとしてるんで分かりづらいんですけども、でパッチワークのね、私の好きなこういうパッチワーク柄ですね。ちょっとこの音符が入ってたりとか、これインラインでもねポータークラシックでも同じような形で出てるみたいなんですよね。ちょっとサイト見て分かんなかったんですけども、スタッフの方が言うには、ただ当然このまあパッチワーク柄だったりとか、こういったところがないものなんで、別注ならではっていうデザインなようなんですけれども、はい、でこちらにね着脱できるというか、携帯なんか物入れられる、まあ、ミニポーチというかこういったものがついてます。はい、ファスナーもちょっとオリジナルのものなんですかね、ボタンクラシック、はい、携帯ぐらいなら入るんですかね、鍵類だったり、はい、小物類入れというところでなってます。でこちら横で、
ベルトでね調節ができてこう先をすぼめるような形ですね。肩履きも十分できるようなものになるんですかね。はい、こんな形で、はい、なります。まあ、手仕事ならではの温かみのある一点物を目指しましたっていうところで、まあバッグだけでなく付属のポーチまでカスタムが散りばめられており、控えめすぎず行き過ぎない絶妙な配置とバランスは見事。たった3名の職人が驚くほどの時間と手間をかけて一点一点手作業でカスタムを施していると。まあ、大量生産にはねもちろん不可能というところで、また同じ表情のバッグがこのように2つと存在しないというところに、まあ、グッとくるというところで、まあ、錆び加工とかもね結構あえてされてるんですよ。もう錆びてるような、これがちょっとねかっこいいですよね。ちょっと錆びてるんじゃないかって普通に思っちゃったんですけど、最初に見た時に、まあ、加工でね錆び加工っていうのを施されてて、はい、後ろもねこうフックとかかけられるような形になってあったりとか、すごく凝ってるバッグで、これをねまた春からとか春先もうすぐにでもね来月ぐらいからガシガシと使っていこうと思います。ブリーフィングはね結構くたびれてはないんですけど、ブリーフィングでもいけるんですけど、ちょっと一回り小さくて、ちょうどねトートバッグとかショルダーのバッグが欲しいって思ってたところなんで、これはねかなりこれから重宝してくれると思います。で先ほどね紹介したヘルメットバッグ、こちらもね一回売り切ってたんですけど、再販が決まって、ネット見るとまたね今予約受け付けて2月の終わりぐらいですかね、また再販するようです。でこちらのバッグもちょっとこちら限定200っていうんですけども、こっちも売り切った後もね、まあ必ずもう二度と出ないってわけでもなさそうですけど、でも200って歌ってた、ヘルメットバッグの時も歌ってたんですかね、ちょっとわかんないんですけど、これ200って歌ってて今いくつ目なのかわかんないんですけど、はい、でもなるべくね、そういった形で店頭でも見れるのも少量ずつしか入ってないってこと言ってました。私の時も3つしか入ってなくて、一旦売り切るとまた店頭在庫ってなくなって入って来ないような、ね、ことを言ってましたんで、まあ、通販購入でも、まあ、大きさとかもモデルが背負ってる姿も分かったりするので想像はつくんですけどね、やはりちょっと一点物っていうところがあるので、実際は、商品取ってね見てみるのが一番かなって思ってます。はい、そんなところでね、ぜひおすすめのバッグというところで紹介させていただきました。はい、今回はねウォータークラシックと藤巻百貨店、こちらのね、別注の、ツーウェイトート、こちらをね紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画まで、バイバイ。